皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。災害史解説シリーズ、今回のテーマはこちら。このチャンネルでは以前に天正地震を取り上げているけど、その後に関西を襲った大地震だな。天正地震は土砂崩れにより崩壊した海陸雲上で、飛騨の内ヶ島氏が滅亡したことで、戦国大名を滅亡させた地震として知られているけど、それに比べると伏見地震は豊臣政権が盤石の状態で起こったためか、今一つ知名度がないような気がしているよ。今回の動画は天正地震の時と同じく、秀吉を襲った大地震、地震考古学で戦国史を読む、を元に動画を作成しました。概要欄に URL を貼っておくので、興味のある方はご一読ください。天正13年に発生した天正地震の後、徳川家康を臣従させた羽柴秀吉は、翌年に九州征伐を行い、扇町天皇から豊臣姓を賜った。天下統一まであと一歩のところまで来たな。この頃、秀吉は永禄10年に松永久秀と三好三人衆の戦いで消失した。東大寺の代わりとして、京都に大仏を建立しようと考え、天正15年に、三十三間堂の北側に場所を定めて寺院の造営を開始した。これが方広寺だよ。方広寺といえば、大阪の陣のきっかけになった方広寺証明事件で有名だな。もともと東大寺の代わりとして秀吉が建てた寺だったのか。天正18年の小田原攻めにより天下統一は完成した。天下統一の翌年、秀吉は甥の秀次に関白の位を譲り、自らは唐入りを宣言して肥前名古屋に城を築き、天正20年に朝鮮に攻め込んだ。朝鮮での戦闘が行われる中、秀吉は自らの隠居所として伏見に屋敷を築いた。これが後の伏見城で、天正地震の際に紹介した。伏見の伏見、ナマズ大事にて候まま、いかにも面倒にいたし申すべく候間、という、地震をナマズと表現した最古の文書はこの頃のものだよ。日本人が地震イコールナマズのイメージを持った最古の記録だな。文禄2年、明との講和交渉が動き始め、日本の国威を見せつける目的と、この年に生まれた広い丸に大阪城を与えるために、秀吉は伏見の隠居屋敷を本格的な城郭に改修することにした。この当時、京の南には巨大な小倉池という湖があり、大きさは現在の諏訪湖に匹敵するものだった。ここは琵琶湖から大阪湾に注ぐ、宇治川と木津川、桂川との合流点となっており、水上交通の中継地として大きな役割を果たし、湖に浮かぶ島々を一望できる景勝地として、伏見は歴史的に貴族の別荘地でもあった。藤原の頼通が建てた宇治の平等院もこの辺りだな。秀吉は小倉池に堤防を築き、河川改修や街道整備などの土木工事を行い、伏見城自体は宇治川沿いの段丘の上に築かれており、明の使節を迎えるために金箔を惜しげなく使い、文禄5年に、正史に先立って日本に渡った陳氏兄は豪華な天守に目を見張った。城下には諸大名の屋敷も建てられ、対岸には出城として向島城があった。文禄5年、うるう7月9日、伊予でマグニチュード7と推定される、慶長伊予地震が発生した。そして3日後の7月12日に、今度は別府湾で同じくマグニチュード7と推定される、慶長豊後地震が発生し、海岸には津波が押し寄せた。数千戸の家が流され、708名の死亡が記録されている。直下型地震が連続したのか。これについては、伊予地震と豊後地震を同一のものとする説もあるので、詳しいところは議論が続いているよ。そして豊後地震の翌日、文禄5年、うるう7月13日、畿内を揺るがす巨大地震が発生した。これが伏見地震だよ。震源となったのは、京都から兵庫に向かって伸びる有馬、高槻断層帯と、それに続く六甲、淡路島断層帯で、京都盆地から淡路島までの80キロを超える範囲が動き、マグニチュードは 7.5 から最大で8と考えられている。マグニチュード 8? 天正地震や濃尾地震に匹敵する、内陸型地震としては最大級の数字だな。六甲、淡路島断層帯は阪神大震災の震源となった断層で、伏見地震で動かなかった断層が、400年後に大震災を引き起こしたと考えられているよ。京都盆地のほぼ中央に位置する東寺では食堂、講堂、南大門、鐘楼などが倒壊。西本願寺、高昌寺のお堂も倒壊し、寺内町の建物も全く家一軒もこれなく、と記されている。北西の天龍寺、嵯峨野二尊院、大覚寺でも多くの建物が倒壊し、
これらの場所では震度6弱から6強相当の揺れになったものと見られている。京都は濃尾地震や南海トラフ地震のように震源から遠いイメージだったけど、直下型地震が起こるとすごい被害だな。御所にも破損があり、扇町天皇は大庭に囲いを作って避難した。上陵の被害は少なかったが、下陵、特に四条町では被害が著しく、280人余りが死亡したという。前年に完成していた方向寺は震度5強程度の揺れに襲われたものとみられ、大仏殿は無事だったが、中の大仏は左手が崩れ落ち、胸も崩れた。これは工期を短縮するため混同性ではなく、木造の上に漆喰を塗って金箔をかぶせる作りとしたためだったが、秀吉は、かように我が身を保ていざる物体なれば、主上サイドはなかなか思いもよらず、として破却を命じた。この時、役に立たない仏を信じられるものかと、大仏めがけて矢を追いかけたという話もある。簡単な作りにしたのは自分だろうに。その秀吉のいた伏見城では天守閣の上部が揺れ落ち、御殿も大破、諸大名の屋敷も倒壊が相次ぐなど、震度7相当の揺れに襲われたと見られる。天守閣が崩れたのはインパクトでかいな。桃山式の暴漏型天守のため、上下の建物が連結されていなかったのが原因と思われるよ。秀吉は生まれたばかりの秀頼を抱えて御殿を飛び出して庭に避難した。下手したらここで豊臣家が終わっていたかもしれないな。避難した秀吉の元に真っ先に駆けつけたのが細川忠興で、ついで、石田三成の残言により謹慎中だった加藤清正が、300人の足軽に手こを持たせて駆けつけ、秀吉により罪を許された話は有名だね。歌舞伎の地震加藤のエピソードだな。このほか、二の丸の倒壊により女房衆300人余りが死亡したと記録されている。これは民の施設を供応するために集められていた人々だったよ。また、伏見城の対岸にあった向井島城は、液状化により石垣が2軒余り沈んだ。これは段丘城で地盤のしっかりした伏見城に対し、軟弱地盤の低地だったことが原因と考えられている。過去の災害を見ていて思うけど、建物の地盤は本当に大事だな。伏見から南に行った奈良の東照大寺では、山門、回廊、御田堂、不動堂、総堂などことごとく倒壊し、金堂、香堂、東堂などが大破した。ここにおいても震度6強相当の揺れがあったとみられる。京都大阪の間にある大山崎でも人家がことごとく倒壊し、市民数知れず、震度6強の揺れに襲われた。大阪では地盤の良好な上町第一城の大阪城は被害がなく、推定震度は5弱程度だったが、不安定な谷地形において地滑りの痕跡が発見されている。一方、軟弱な低地にあった城下町の町屋は大半が倒壊し、市民数知れずと記されており、震度6強相当の揺れがあったとみられている。境の町も、泉境ことのほか愛村寺、市民あまりに多くこれあり、とあり、境に居を構えていた霊勢為光の屋敷が倒壊し、為光の妻が圧死したほか、境に滞在していた民の施設の中にも20人以上の死者が出た。境の震度は6弱と推定されている。このほか、泉南郡三崎町の光前寺の大日如来座像の体内から、伏見地震で大破したものを修復した記録が見つかり、和歌山市の総持寺においても同社倒壊の記録がある。また、大阪高槻市の今城塚古墳の調査により、墳丘の大半が伏見地震によって崩壊したことが分かっている。現在の神戸市にある須磨寺は伏見地震によって全壊し、本堂背後の山が崩れ、山ごもりしていた主要層が生き埋めとなった。東国から来ていた西国巡礼の人々150人余りも建物の倒壊に巻き込まれ、圧死者や怪我人が多く出たと記録されている。須磨での震度は6弱と推定され、この記録の発見は阪神大震災の6年前。従来地震がないと言われていた神戸市の災害対策に警鐘を鳴らすものだったが、専門家の指摘は重視されることはなかった。歴史を振り返って学ぶことの大事さを感じるな。須磨寺のほか、ルイス・フロイスの報告では倒壊した家屋から出火して、兵庫の町が大火となったことが記され、これは発掘調査によって焦土層が発見されたことで裏付けられた。また、対岸の淡路島でも千光寺、洲本城が倒壊した記録がある。こうした記録のほか、京都から大阪、神戸、淡路の各地で行われた地層調査により、中世の地層を引き裂くように砂が吹き出した液状化の痕跡が数多く確認されている。京阪神全域を巨大地震が襲った痕跡だな。これを見ると確かに阪神大震災を上回る巨大震災だったことがわかるぜ。
当時の記録を見ると、うるう7月18日に雨と大風となっており、季節的にも台風の襲来があったと見られている。被災5日後に台風直撃か。比叡地震や福井地震でも被災後に洪水となっていたけど、5日では期間が短すぎるな。当時は天気予報もないし、耐えるしかなかった人々の困難は想像できるぜ。地震の後、天変地異が続いたことで元号は文禄から慶長へと変えられた。そのため伏見地震は慶長伏見地震とも称されるよ。伏見城で行われるはずだった明の使節との交渉は大坂城で行われ、和平が決裂したことで再度の出兵が行われた。大仏が破却された方向寺では、長野善光寺の阿弥陀如来像が代わりに置かれ、18メートルの大仏が45センチの阿弥陀仏に変わった様子が世間の失笑を買った。落差がすごいことになっているな。また、秀吉は崩壊した伏見城を、北東へ1キロほど行ったところにある、小畑山の山上に再建することに決め、翌慶長2年に完成させている。火災の発生はなかったので、伏見城の資材を転用できたことが幸いし、天守閣や御殿の構造は、秀吉の意向で耐震を第一としたものとなった。昼夜を厭わない過酷な工事で妊婦の負担は大きく、夜間工事中の怪我や病気で働けなくなった者が京の町に溢れたと言われる反面、京、堺の商人は売買の活発化で大きな利益を得ている。伏見城の再建と再度の朝鮮出兵によって、人心は離反し、豊臣の天下が揺らぐきっかけとなったとも言われているな。再建後の伏見城は関ヶ原の戦いの前哨戦で落城して焼け落ち、方向寺の大仏は近藤姓で秀頼により再建されるが、その事業の一環で制作された盆章が豊臣家滅亡のきっかけとなる、方向寺証明事件を引き起こすことになるよ。豊臣家と方向寺はいろいろ因縁が深いな。ということで伏見地震について解説してきたよ。京阪神を直撃した巨大震災だったことがよくわかったぜ。存在は知っていたけど、伏見城周辺に被害があった程度にしか思っていなかったから、これほど広域に被災地が広がっていたとは思わなかったな。解説中にも言ったけど、この地震の記憶が風化していたことで、阪神大震災の時の人々の防災意識が欠けていた一因となったよ。過去の災害の歴史を振り返って研究することの大切さを改めて感じるな。今回の動画はいかがでしたでしょうか？チャンネル登録、高評価をいただけますと幸いです。今後の動画作りの参考にしますので、コメントなどもいただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。